今回こちらの画面に映ってるのはコインケースですね。丸型のコインケースになります。記念コインとかメダルとか硬貨とかね、現行の硬貨も含め、あとはカードゲームのトスコイン、表裏決めるやつね、そういうのを入れれるサイズになります。これの直径が、内寸が30mm、3センチまでですね、収納することができます。まあ、Amazon とかでね、調べるともっと大きいやつもありますけどね、46mm とか 40mm とかのいうサイズもありますけれど、これは一応全部 30mm ですね。3センチまでのやつが100枚セットになったやつですね。1レーン20枚か、1,2,3,4,5 なんで1レーン20枚入ってますね。そして現行のやつを入れたのが、1円、5円、10円、50円、100円、500円っていうのを全部入るようになってます。隙間を埋めるためにこちらのね、ガスケット、まあスポンジって言った方がわかりやすいですかね、クッションみたいなのがついてるので、これをコインの直径に合うところをくり抜いて、それにかぶせて収納していくっていう形になりますね。このくり抜くサイズなんですけれど、サイズがね、そのメーカーさんによって若干異なったりします。このクロアフォーではね、内寸が直径、一番小さい円が 17mm、20mm、25mm、27mm、 これを使わなければ 30mm までこちらのケースに収納することができて、白い方はですね、若干内寸が広がっていて、一番小さいところが 18mm、 その次が 21mm ですね。あとは同じで 25、27、 使わなければ 30mm まで収納できるっていう形になってるんですよね。それ以上大きいものが必要な場合は、まあ、他のメーカーさんだったりで 40mm とか 46mm とかありますので、まあ、そういうのも探してみるとヒットすると思うので、自分がね、収納したいサイズのね、コインケースを選ばれるといいと思います。昔ながらのね、コインケースも売ってますけどね、フィルムと紙でできた、紙閉じて四隅をパチンパチンとホッチキスで留めるっていうタイプのね、昔ながらのやつも売ってますけれど、まあ、こちらは、まあ、プラスチックみたいなんでできたやつですね、に収納することができます。こちらの開け方なんですけれど、溝に引っ掛けて開くとパカッと開くようになってます。そして閉めるときは普通にね、合わせて締めるだけです。ということでね、こちらに置いてる10円玉を今から入れていきたいんですけれど、どうやって入れるかというとですね、こうやってペリペリと外していきます。これが30ミリの円ですね。だからこれをそのまま入れれるケースがあれば、ポケカのトスコインとかはこれに全部はめてね、綺麗に飾れると思うんですよね、抜いた穴で。アクリル製でオーダーメイドするんであれば、ウィズディさんとかアクリアさんになりますかね。ポリカーボネートも使えますけどね、アクリアさんでオーダーメイドすると、まあ、なのでこのスポンジの長方形のサイズと厚みに合わせて作ればケース作れるのかなと思ったりしますけれど、まあまあオーダーメイドそれなりに高いのでね、まあそれは余談として置いときまして、こちらですね、こちらのガスケット、スポンジをね、ばらしていくことができるんですけれど、この溝にね、合わせてくり抜いていけるんですね。必要な分だけくり抜けばいいんですけれど、まず一番ちっちゃいやつですね。これが17ミリですね。17ミリのやつで、これはね、まあ、1円も入らないですね。外貨だったら入るかもしれないですけどね。17ミリ、18ミリ。ぐらいだったら伸ばせばギリ入るかなっていう感じですかね。そしてこの2つ目ですね、20mm、 20mm っていう大きさは日本円の1円のサイズになります。直径 20mm ですね。なのでこれをくり抜けば、ここに1円玉を入れることができます。50円玉もこちらで入ります。50円玉21ミリかな、1ミリなんだけど、若干伸ばせば収納することができますので、こちらで使えます。5円、10円、100円になると、これを無理やり伸ばして入れることはできるんですけれど、
ただね、その無理やり伸ばした分だけ直径の外寸がね、外寸大きくなっちゃうので、このケース自体に入らなくなるんですよね。でも、この3つ目を取ってしまって、この25ミリにしてしまうと、10円玉、ブカブカなんですよ。隙間がね、すごくできますよね。もう1ミリぐらいの隙間ができるので、これだとね、ケースに入れてもカチャカチャなっちゃうので、あまり意味がない。このね、3つ目のやつを、外寸25、内寸20なんですけれど、それを入れると、さっき言った風に外寸が大きくなってしまって、こちらのケースに10円玉をはめ込んだ状態だと入らなくなるんですね。じゃあどうすればいいのかっていうとですね、この4つ目の1ミリ弱ぐらいのね、厚みのやつがあるんですね。これを抜いてしまいます。これを抜いて、3番目のやつと5番目のやつだけでやると、まあ無理やり伸ばした分の厚みが、まあ程よく収まって、このケースの中に収納できるっていうことになります。5番目のやつと3番目のやつをやるとね、これぐらいの差はあるんですけれど、10円玉を無理やりね、この3番目のやつにはめ込むと、まあ程よく収まるようになるってことですね。同じ要領で、5円玉、10円玉、100円玉ができます。5円玉の寸法が22ミリですね、直径。そして100円玉が 22.6 ミリで、10円玉が 23.5 ミリですね。500円玉はもっとでかくなって 26.5 ミリです。なので、26.5 ミリなので27ミリですね。一番外側のやつだけ使えばいけますね。こちらのね、一番外側のね、27ミリ内寸のやつを使えば、500円玉収納することができます。これが3番目のやつと5番目のやつを合わせたやつですね。4番目のやつを抜いてるやつですね。抜くとこんな感じにかぶせることができます。そしてこれをケースに入れるんですけれど、すごく難しいんですよね。これご円と100円玉は意外とね、1ミリ差があるのでスムーズに入るんですけれど、これは無理やり爪で押し込まないと入ってくれない程度にはキツキツなんですね。じゃあ3番目と4番目を一緒にして使って、3号じゃなくて3、4にすればいいじゃんってことなんですよね。3と5の方が分厚いんですよ。4番目に比べると。4番目の方がね、薄いんです。3号の方がね、分厚いんです。なので、3、4にしたらね、10円玉軽々スポッて入るんですけれど、その分隙間ができるので、カタカタカタって若干ね、このスポンジの揺れ動きはあります。効果のね、カチカチする音はしませんけれど、スポンジが被さってるので、ただ、ケース内でね、若干ずれる音は聞こえます。3号にするとね、振っても全然音しないので、3号ではめれる人は3号ではめた方がぴったりかなと思うんですけどね。こういう風にはめることができます。これで完成ですね。10円玉が一番手こずるので、まあ見本では10円玉をしましたけれど、1円、5円、50円、100円、500円玉はスムーズに割と入ります。まとめるとですね、1円玉と50円玉はこの2枠目ですね。2枠目までくり抜けば入れることができます。そして3号の組み合わせで入れれるのが5円、10円、100円ですね。
そしてこの一番外側の1,2,3,4,5 5個目ですね、5個目だけ使うのが500円ですね。そして何も使わないのがポケモンカードゲームとかのトスコインですね。これはポケカのトスコインのピカチュウが入ってますけれど、こういうやつね、これはねそのまま入れることができます。ぴったりちょっとねカタカタってなりますけれど、そこまでずれてないですかね。スポンジをはめると入らないので、スポンジなしでちょうどいい感じになります。以上がですね、このガスケットで調整して、スポンジで調整してコインケースの中にコインを入れるっていうタイプのコインケースの紹介になります。コレクションであればね、このままケースに収納して保管しておくっていうのも一つですし、ケースのねおしゃれにして、まあダッシュケースなり木箱のケースなりにね立てて差し込めるような、まあ、そういうタイプのやつもあったりするので、そういうタイプを選ぶっていうのも一つですし、他にねコイン展示用とかにも使えるようなそういうグッズを買うっていうのも一つですね。これはそのうちの一つでね、コインとか缶バッジとか、あとアクセサリーとかミニフィギュア、ガチャガチャのフィギュアぐらいだったらね入れるようなケースになってますんで、まあ、こちらにね入れていく動画も別に撮っていきたいと思いますので、まあ、そちら説明欄にURL を載せとくので、そちらから飛んでいただければいいかなと思います。以上がね丸型のプラスチックタイプのコインケースに入れるとこういう風な使い方できますよってことでね、まあ、なかなかサイズが合わないっていうね口コミとか見てたので、こういう風な組み合わせしたら10円玉とか5円玉とか100円玉でも入るよっていうねことがね伝わればいいかなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。